帝京大学。はい、皆さんこんにちは、帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科健康スポーツコースの学科説明の方をこれから行いたいと思います。説明させていただきますのは現在スポーツ医療学科長の清水と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。このスポーツ医療学科ですけれども、これはですね2007年にできた学科です。で、一般のですね体育学部とかスポーツ専門の学部と大きく違うところは、まあ、この名前にもありますように医療という名前をつけてるっていうところが、まあ、他の大学のスポーツ専門の学科とは、まあ、大きく違うところで、まあ、この医療ということからも分かりますように、私どものこのスポーツ医療学科では、まあ、スポーツに関するさまざまなことを学びますけれども、特に医療面にですね焦点を当てて、まあ、医療の最新の知識であるとか、あるいは技能であるとか、まあ、そういったものをですねまずメインで習得をしていただく。で、その上でさまざまなスポーツに関する専門知識と専門技能を学んでいただくというのが、このスポーツ医療学科の大きな特色です。で、このスポーツ医療学科には全部で3つのコースがございまして、まず1つは救命救急コースというのがありまして、これはこの八王子キャンパスではなくて板橋市の方にございます。まあ、こちらの方は救命救急士を養成するコースということになります。で、この八王子の方には残り2つのコースですね、ここにあります健康スポーツコースと、それからトップアスリートコースというですね、まあ、いわゆる本学で全国的に活躍してますラグビー部であるとか駅伝部であるとか、あるいは柔道部であるとか空手部のようなですね、まあ、こういった方々の専門のコースがトップアスリートコースということで、まあ、この健康スポーツコースとトップアスリートコースの2つのコースがこの八王子にあるということです。まあ、そういった形で、ここで、しっかりとですね、スポーツの専門家を育成するということで、活動をしているということになります。はい、スポーツ医療学科健康スポーツコースが目指すものということで、繰り返しになりますが、スポーツと医療に関わる、スペシャリストを育成するということですね。まあ、幅広い知識と技能を身につけて、医療の知識と技能をベースにスポーツに関わるスペシャリストを育成するということが、この健康スポーツコースが目指すものというところになります。次に教育に関する3つの特色ということですが、まあ、これは平たく言いますとですね、この健康スポーツコースがありますのが、この八王子キャンパスということになっておりまして、この八王子キャンパスには、経済学部、法学部、文学部といった、いろんなですね、特にまあ文系の学部が複数ございます。で、そういった文系の学部が数多くある中で、このスポーツ医療という枠を超えてですね、幅広く他の学問や科学の知識を学ぶ、あるいはスポーツ医療とはまた違ったですね、さまざまな特色を持った他の学部の学生さんと交流をして、まあ、特に人間力の部分ですね、これをしっかりと身につけ、そして幅広い視野を身につける、まあ、そういった意味で、ここに掲げてある3つの特色っていうことをですね、本学科では一つの柱に掲げているということになります。続きまして具体的な特色ということなんですが、このスポーツ医療学科健康スポーツコースでは主に3つの資格を取ることができます。1つが日本スポーツ協会公認のアスレチックトレーナー、2つ目がですね保健体育養護教諭の教員免許、そして3つ目が健康運動指導士ということになっております。で、1つ目の特色としてですね、先ほど言いましたように、このスポーツ医療学科というこの医療という名前がついて、特に医科学的な知識と技能をしっかりと学ぶということから、1つ目はですね現役のお医者さんに、多くの授業を担当していただいて、最先端の医科学的な知識と技能を皆さんにお伝えするということになります。まあ、それを担保するためにこの健康スポーツコースには全部で7人の現役のお医者さんがおられまして、この先生方によってですねしっかりとですね最先端の今の医科学の知識やいろんな出来事を学ぶことができる、これが1つ目の特色です。そして2つ目がですね、先ほど言いましたアスレチックトレーナーの養成ということに関しまして、このスポーツ医療学科健康スポーツコースには4人の現役のアスレチックトレーナーの先生方がおられます。で、いずれの先生方も現在日本のスポーツのですね、トップレベルの
日本代表チームに帯同してそこでアスレチックトレーナーの業務実務を実践されている先生方です。でさらにはスポーツ医科学センターという別の組織がありまして、でここにはですね現役のアスレチックトレーナーがの先生方が10人以上おられます。まあ、そういうことで全体で十数名のですねアスレチックトレーナーの先生方がこの AT 関係のですね様々な授業を担当して、まあ、皆さんに今の生のですね現場の知識と技能をお教えする、これが2つ目の特色ということになります。そして3つ目が健康運動指導士の先生方が複数おられまして、やはりですね現場で今も活躍されている健康運動指導士の先生方が皆さんに実践的な知識と技能をお教えする、まあ、そういうようなところがですね他大学にはない本学の大きな特色ということになっております。まあ、いずれもですね、日本のトップレベルのですね、そういった知識と技能をですね学ぶことができる、まあ、そういったところがですねやはり本学の一つの魅力だというふうに考えております。で本コースで取得可能な資格、受験資格ということですが、先ほど申し上げましたように一つが日本スポーツ協会公認のアスレチックトレーナー、これが一つ目、そして二つ目が養護教諭保健体育のいわゆる教職の資格、そしてこの教職の資格はそれぞれ中学高校いずれの資格も取ることができます。そして3つ目が健康運動指導士というですねこの3つの資格が本コースで取得可能な資格あるいは受験資格ということになります。まあ、ちなみに ATに関しましてはアスレチックトレーナーに関しましては日本スポーツ協会が定めます取得単位数取得科目というものがありますが、これは全て健康スポーツコースで開講されまして、その単位を取っていただきますと受験資格ができるということになります。そして4年生の最初の段階で日本スポーツ協会のアスレチックトレーナーの試験を受けていただいて、まあ、ここで合格して初めて AT の資格が取れるということになります。教職の方につきましては所定の単位を習得していただいて教育実習に行っていただいた段階で教職の免許、保健体育養護教諭いずれも取得することが可能になっております。から健康運動指導士は先ほどの AT と一緒で必要な単位を本学で取得した結果受験資格ができまして、やはり4年生の初期に全国での試験がありますのでそれに合格していただければ資格が取れるというそういうことになっております。まあ、この3つの資格をメインとしましてその他ここにありますようにさまざまなトレーニング系であるとかあるいは健康系さらにはレクレーション系のですね多様な資格が取れるっていうのが、まあ、本学科の一つの大きな強みになっております。ただしこれらの資格は全て取るには4年ではちょっと無理でして、複数の4年以上の年数がかかるというのが実際のところでして、まあ、例えば今言いました柱の3つに関しましては AT と教職であるとか教職と健康運動指導士であるとか AT と健康運動指導士こういったバリエーションに関しまして4年で可能ですが3つ全部を取るということはちょっとできないというこの辺はですねしっかりとご理解をいただきたいと思います。続きましてアスレチックトレーナー AT の養成の特色についてお話をしたいと思います。でこのアスレチックトレーナーっていうのはですね皆さんスポーツ医療学科健康スポーツにお見えになる学生の皆さんは多分ご理解はされてるかなというふうに思いますけれども、要は選手のですねさまざまなケアを行う、まあ、いわゆる監督やコーチとはまだ違ったですね特に医科学的なそういうケアを行うのがこのアスレチックトレーナーのという仕事になります。で、この本学が他のアスレチックトレーナー養成と大きく違うところはですね先ほど言いましたように現役の AT の先生方数多くの AT の先生方によっていろんな学びができるということが一つですね。具体的な AT 養成までの流れつきましてはここにありますように1年で基礎科目2年でさらに AT 専門の基礎的な知識3年生で AT のさまざまな実践的な技能そして4年生で試験対策というこういう流れになってます。で検査測定というこういう具体的な授業がありますけれども、まあ、このようにですね実習を多く取り入れながらまあ、現場の選手をモデルにして授業を進めている、まあ、こういったところが本学科の AT の大きな特色ということになります。
続きまして保健体育養護教諭のですね、教員養成についてお話をします。で保健体育 の教員資格の免許の取得であるとか養護教諭の免許の取得ということに関しましてはですね、まあ、この辺は他の大学と大きく違いはありません。ただ何度も申し上げますようにうちの大きな特色っていうのはやっぱり医療の知識と技能をですね他の大学の教員養成の方よりも多く学ぶことができる。まあ、実際に今教育現場では例えば子どもの体力低下であるとかあるいはさまざまなですね、病気を持ったそういうお子さんが数多くありましてそういった方々への有効な対処というのもですね、教員の大きな役割の一つになっています。まあ、そういった意味で特に栄養指導健康指導ですねこういったことがしっかりできるあるいは部活中に怪我をした生徒さんに対してすぐにですねテーピングができたり応急処置ができるそういう能力を持った保健体育の先生あるいは養護教諭の先生をですね養成するっていうところに本学科のですね大きな特色があるということですね。でこの保健体育教員のですね具体的な履修モデルであるとかあるいはいろんな授業等につきましては、まあ、このスライドにありますようなですねこういったものをですねちょっとご覧をいただいて、まあ、これ全部パンフレットに載っておりますので、再度ご確認をいただければと思います。それから3つ目がですね健康運動指導士これの養成の特色ということですけども先ほど言いましたようにプロの健康運動士の先生方が、まあ、数多くおられますので、まあ、こういった方々からですねしっかりと学ぶことができる。で、この健康運動指導士と非常に似た資格として健康運動実践指導者という資格があります。でこの健康運動指導士っていうのはですねこれはいわゆる、まあ、最近日本のみならず世界でも非常に問題になっております肥満、まあ、この肥満のことはメタボリックシンドロームと言いますけどもこれの解消が今各国で非常に大きな課題になっております。でこのメタボをですねメタボリックシンドロームを解消するためのその具体的な運動を処方するであるとかあるいはいろんな体力測定や健康測定こういったことを行うのが健康運動指導士という資格になります。メタボ指導に関しましてはですねこれは現在日本ではいわゆる医療行為ということになっておりまして、まあ、健康保険のですね適用範囲にある、まあ、そういうですねより医療的な色彩を持ったのが健康運動指導士これに対して健康運動実践指導者っていうのは例えば老人ホームであるとかあるいは福祉施設ですねいろんなレクレーションを通して、子どもたちやあるいはお年寄りの方に健康になっていただく先ほどの健康運動指導士は1対1のそういう対象ですけれども健康運動実践指導者はグループ指導を行う、まあ、こういったところにですね大きな違いがあるということをですね ご理解をいただきたいというふうに思います。まあ、こういった資格が、まあ、本学で取れましてで健康スポーツコースの大きな特色っていうのは先ほど言いましたように現役の健康運動指導士の先生方が数多くおられるということとそしてお医者さんとかそういったところが特にこの健康関係は医療とのつながりが他の2つの資格以上に強いですからそういった意味でですねより根源的なそして実践的なですね医科学的な知識を学ぶことができるところが本コースのですね他の大学にはない大きな特色ということになります。で4年間の学びにつきましてはこのスライドにある通りでございますのでこれをご確認ください。まあ、いずれ の3つの資格ともですね1年生では基礎そして2年生では基礎知識ですねそして3年生では専門的な基礎技能そして4年生では、受験対策というですね大体こういう流れになっております。で具体的な授業科目としては、まあ、こういったものがあるということで、まあ、いずれも講義のみならず実践的な実技を伴うものが多いということをご理解ください。そして最後ですけれどもこのスポーツ医療学科健康スポーツコースを卒業した後の進路ということですが先ほど言いましたように AT を志望する方は日本スポーツ協会の AT 試験を受けていただいて、まあ、プロのアスレチックトレーナーになるで教職につきましては、教員免許を取得した後、まあ、これは4年生の夏休みになりますけれどもそれぞれの県の教員採用試験を受けていただいて、まあ、それに合格をしていただいて、教員の道に進む
そして健康運動指導士につきましては4年生のやはり5月ぐらいですけれども全国の試験を受けていただきまして、これをに合格をして健康運動の多くは病院であるとかあるいは老健施設ですね、そういったところに入っていくということになります。ただこれ以外にもですね、この健康スポーツコースは一般就職も非常に好調です。昨年はですねコロナがありまして若干数字を落としましたけれども、だいたい例年ですね 98% から 99% の就職率を誇っております。で、進む企業は約半数以上が大企業、および一部上場企業、こういったところの進路を持っておりますので、いわゆるこの一般就職ということになりますと、この健康スポーツコースで勉強していただいた専門とは違う領域に進むことになりますけれども、しかしそういったところに進んでもですね、ちゃんと立派に活躍している卒業生が数多くいます。そういった意味で潰しの効く、ちょっと言葉は悪いですけども潰しの効く、そういう学科でもありますので、ぜひこの健康スポーツコースにですね進んでいただければいいかなというふうに思います。はい、以上で健康スポーツコースの説明の方を終了させていただきます。ぜひご希望の学生さんおられましたら、この健康スポーツにお越しいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。